パーライト級朝日裕太郎 VS 野村太一。65キロリミットスーパーライト級3分3ラウンド延長1ラウンドが設けられている一戦です。ライズ初参戦、ビッグバンからライズに初参戦となりました野村太一、青コーナー。対する赤コーナーはライズでもおなじみスーパーライト級3位朝日裕太郎です。この放送の解説です。先ほどセコンドに疲れていましたが再びこの解説席に戻ってきていただきました。マンドコロジン選手、そして俳優の志田ねねさんです。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ランウェイ第1ラウンドが始まりました。サウスポースタイルは朝日裕太郎、オーソドックスタイルが野村太一。積極的に仕掛けていこうというのは野村です。ただ膝、ただ組んでからの膝2連打はこのライズでは認められていません。1回目の膝でも結構いいとこ入った感じはしましたね。そうでしたね、はい、いわゆる喧嘩四つ、まあ、空いたところに自らの利き足の膝が入りますので、特に膝を得意としていますこの朝日。さあ、マンドコロさん、なんといっても注目はこの朝日裕太郎ですよね。そうですね、独特なステップというか、はい、柔らかいステップですね。フルコン空手、あるいは幼少期にはテコンドーもしていたというこの朝日ですから、このサイドキック、そしてこれがこう上段に伸びてきます。縦蹴り気味、ブラジリアン、あっとこれは入ってしまったか。ロブロです。この朝日は現在3連勝中なんですが、2022年の12月には北井智弘、そして去年の5月には正佐藤、そして去年の8月健太と、まあ、いずれもベテラン勢、だいぶこう年齢も30歳超えている選手と戦ってきた中で、今回は27歳という野村太一。勢いのある選手との対戦になります。ストレート伸びてくる、ワンキャッチからの攻撃は朝日です。代わってこの野村太一はビッグバンからライズに初参戦。ここまでビッグバンを中心に戦績を重ねてきました。左のハイキック、いやあの下さん、まさにこれ両極端というか、蹴りの朝日に対してパンチで応戦という野村ですね。そうですね、朝日選手の蹴り鋭い。おお、このミドルに合わせて左のフックを出してきました。左フック最初もちょっと一回危ないになりましたし、ね、あ、そうですか、はい、やはり蹴りというところでだいぶ動きが多くなる分、そこにカウンターを合わせていくという野村。あんだけいろんなところ蹴られたらちょっと返しづらいというのはあると思います。お腹というのはマンドクロさん、徐々に効いてくるんですか。はい、いやでもいいとこ当たったらもう一発で効いてきますし、一回効いたらまた同じところ食らったらすぐ効いちゃうっていうのもありますね。なるほど、あのよく選手に聞くと一瞬息ができなくなって、それを耐えられるかどうかなんだっていう選手もいますし。そうですね、はい、気合ですね。気合なんですね。それをこう耐え続けるのが得意だというのはムエタイ選手。ミドルでもガードの上からずっと食らっててもこう自分の腕がこう溝に当たったりして、それでだんだん苦しくなってくる場合もあるんで、はい、自らのいわゆる肘でお腹を刺してしまうという。そうですね、できる限りまあもらいたくはないですよね。避けるかガードしてても効いてくる場、まあ、腕が効いてくる場合もあるんです、はい、ただ近い距離になってからのこの朝日の膝、ショートアッパーのように膝を入れてきます。また膝だ。やっぱ膝を出されたらパンチ打てないんで、開いたところにもらったりするんで、はい、いやうまいですね朝日選手。しかもこれ喧嘩四つの戦いになりますので、オーソドックスで野村としては打っていきたいところなんですが、そこに膝を合わせられます。
まあ、田さん、この独特の朝日の蹴り技、はい、いかがですか。これもう膝はもちろん痛いでしょうし、いきなり来るあのハイキックすごい怖いんじゃないかなって思っちゃいます。独特の真所さん、はい、やはり蹴り技っていうのが、あのもちろんライズ最初の時はなかなか威力というのは感じられなかったんですが、はい、このライズのリング重ねるごとにこのキックの精度っていうのも上がってきたように見えるんですけど。そうです、なんかムチみたいに、遠いところではムチみたいに蹴って、はい、相手が嫌がって入ってきたところに膝とか、逆に近い距離でハイとかも打ってたんで、はい、なかなか崩しづらいなと思いますね。フェニックス所属の朝日雄太郎、先輩には梅野源氏選手もいらっしゃいます。逆に今度は野村が蹴りの中心に攻撃を組み立ててきました。第2ラウンド結構ね、あの朝日選手の前の膝が色に変わってるんで、はい、もう、まあ、膝潰しに行ってもいいんじゃないかなと思いますね。確かに朝日の右の太もも、はい、あるいは左の膝だったり、はい、両膝ですね、はい、ちょっと赤くなっているようにも見えますね。ちょっと犬を嫌がった感じがしたんで、はい、下崩したらやっぱ蹴りも蹴りにくくなると思うんで、やっぱその蹴りの選手崩すには足崩していくのがやっぱ一番いいと思うんで、はい、パンチだけじゃなくてやっぱ蹴りも蹴らないと厳しいかなと思います、ね、パンチを中心にこの野村が第1ラウンド仕掛けていきましたが、第2ラウンドはこれ蹴りも出してくる。今のはバックハンドブロー気味に行ってから右のフック、あんま見たことないですね、はい、フェイントなんですか。新しいフェイントかもしれない。バレリーナパンチみたいな感じですかね。なんかね、ちょっと次の試合から使ってみようかなと思いました。また一つ勉強をここでも、はい、あの技術を吸収しようという、吸収力ある。あ、そしてまたここでスイッチに野村変えましたが、戻しましたね、そこでちょっと今被弾するような形になりました、はい、スイッチしたら攻撃は打ててもガードが難しくなったりするんですよ、だから、まあ、意表を突く攻撃はいいかもしれないですけど、はい、その分自分のディフェンスもまあ甘くなるかなってまあ僕は思いますね、ここで再びオーソドックスタイルに野村太一は戻しています。ちょっと第1ラウンド蹴りが多かったという朝日なんですが、ここで蹴りがほぼ出てこなくなりました。あ、ここはハイキック。おー、ここからバックハンド、こういう攻撃はいいですよね。またこの体の強さというのも雰囲気として感じます、野村太一、うん、ここまで7勝して1KO という内容ではあるんですが、力強さを感じます。ロー、インロー蹴っていきたいですよね。ミドルもいいんですけど、はい、まず足潰したいかなと思いますね、ケルド選手。確かに野村陣営から、はい、あの今ローが効いているぞという声が上がっています。そこを打ってくるかどうか、天下をといった飛び膝。あ、うまい。今のはいい蹴りです。やっぱあの辺蹴ろうと思えば自分のリス怪我のリスクももちろん高くなるし、朝日、はい、選手結構カットうまいんですよね、はい、結構反応して足上げてカットしてるんで、蹴りづらいっちゃ蹴りづらいかなと思います。ここで第2ラウンドが終了しました、うん、さあこの第2ラウンド、今所さんどのようにご覧になりましたか、はい、ちょっと朝日選手のキレは落ちてきたかなと思うんですけど、はい、まだあの野村選手に崩しきれてないところあると思うんで、その意表をつくバックブローからのフックとか、このバックブローとかも、もうちょっと前だと当たってたと思うので、はい、まあ、こういうのも出していったらちょっと崩していけるんじゃないかなと思います、ね、一発で逆転の可能性もあるという状況ではありますが、まだやはりこの朝日の蹴りの技術であったり膝が入っているというところで、こう有利不利でいうと真所さんはどのようにご覧になりましたか。ちょっとまだ朝日選手の、距離感というか、はい、ただ後半になりつつ徐々に野村選手がこう掴みかけてたんかなと思うので、はい、でもそこで足を潰すのは必須になってくるかなと思ったりもします。志田さん、どんなところ期待しましょう。そうですね、これどっちの攻撃が当たるのかなっていうのに期待しますね。野村が一気に距離を詰めてきました。逃がして朝日、いや、上げましたね。
両選手ともに上げてきた。このジャブが嫌そうですね。野村選手はずっとこの距離で降りたいですよね、はい、ただ膝が来るんでうまいですよね、はい、ジャブもここまではまだ朝日の距離、でも新しくジャブもしっかり刺すようになってきたんで、こうなってきたらまた野村選手はちょっと厳しい戦いになってくるかなと思いますね。朝日が独特のサイドキック、ももを狙っていくような、そんなサイドキックからハイに変えてきました。逆に野村がなんとか距離を潰して得意の左フック、あるいはパンチを出していこうという瞬間、今みたいに下崩してそこから上つなげたいですね。先ほどから野村のいいローキックは入っていました、朝日が少しカーフ気味に入ってきた。相手をよく見ている朝日、ノーモーションからのハイキック、ストレート、ジャブもよく刺さっています。朝日選手ちゃんと見てるんで、ね、相手の攻撃を、はい、なかなかもらわないですよ、ね、なるほど、はい、またこの蹴りですね、独特の、はい、しっかり見て頭下げてましたし、ね、この辺りはちゃんと対応できているという朝日。あ、よく見ています、朝日がしっかりと見ている。野村がただガードを固めて打ち抜いていこう、そんな距離か。あんだけ蹴り出してたら疲れると思うんですけど、はい、自分のペースって自分でも分かってると思うんで、はい、なかなか息も上がそうなったら上がりにくいんですよね。自分のやりたいことだけできてたら、まさに今は朝日のペース、はい、まあ、ランニングあるいはこうマラソンの時なども自分のペースだとほぼ疲れないっていうアスリートいますけど、はい、そんな感じですよね、はい、逆に手数は朝日選手の方が多いけど疲れてるのは野村選手なんじゃないかなと思いますね。だいぶ野村が顎が上がってきたか、余裕を見せてきた朝日、追っていく、うまいですね、膝まで入れていきます。朝日雄太郎、左ストレート伸ばす、ちょっと顎が大きい、聞いたか、朝日の左突き刺していく、全然動けてますね、まだまだ力はあるような、しっかりとかわす朝日、ハイキックからのストレート、インロー、最後まで、最後まで試合を制したようには見えました、朝日雄太郎。倒しに行くんじゃなくて、こう実力の差を最後までこう見せつけるという、あ、そうですか、まあはい、そんな感じの試合でしたね。なるほど、はい、ちょっと今の雰囲気だと自身ではもしかしたら納得はいっていないかもしれませんが、ただしっかりと膝も入れて、ね、はい、でも最後もあの左のストレートをノーモーションに近い状態から刺していきましたね。後半になるにつれてジャブとかストレートも打ってたんで、はい、やっぱある組み合わされたらなかなか崩せないです、ね、30対28赤朝日ジャッジ佐藤、30対27赤朝日ジャッジ秋谷、30対27赤朝日、以上3対0の判定をもちまして勝者朝日雄太郎、ライズスーパーライト級3位の実力を遺憾なく発揮しました。3対0の判定勝ち、朝日雄太郎。朝日に声援を送る女性のお客さんも今見られました。地上波の、ね、テレビ出演などもありまして、この格闘家としての人気も徐々に高まりつつあります。朝日雄太郎、ライズの65キロのチャンピオンだけを目指して練習をしているだけ、そう語ります。現在スーパーライト級、この朝日の65キログラムのランキングを見ますと王者は空位になっています。1位は白鳥泰樹、2位にヤーマン、そして3位に朝日雄太郎です。もちろん世界を見るともっともっと強い選手がいるかもしれない、それでもまずはライズのベルトを巻きたい、その朝日雄太郎が見事ランカー上位としての実力を発揮しました。